パンケーキとランチマットを用意すればピクニックにも
行けますね。しかしそれだと時間がかかってしまいます。リーユェに旅行ですか？そんな往復の時間だけでもたくさんの本を読めてしまいます。それはモンド城だけにこもっていてはいけないということでしょうか？確かにモンドの象徴は風ですが、私の神の目は岩ですし、関心が立てられた国へ行けば何か学べるかもしれません。わかりました。見に行くだけでいいのでしたら。旅人じゃないか。今日は何が食べたい？万民堂は必ず満足のいく料理を出してやるぞ。おや、新しいお客さんを連れてるのか。そのお嬢さんの格好、まさかモンド城のセピロス騎士がはるばる遠くからこの万民堂まで料理を食べに来てくれるとはな。セピロス騎士？いえ、私は冗談さ。そこの騎士様は公務の執行中なんだろう。だがせっかくリーユに来たんだ。万民堂でリーユへの美食を味わっておけばここまで来た甲斐もあるってもんさ。そのような意味では違うのか。まさか本当に行きたかったのは瑠璃亭とか新月軒の方だったとか。ふぅ、リーユに初めて来た人は大体がその2店舗しか知らないんだ。まさかセピロス騎士も例外じゃなかったとは。実は私はまだ正式なセピロス騎士ではないのです。
セピロス騎士団で見習いをしているメイドで。騎士っつうのはそんなに種類があるのか。まあいい、万民堂に来たからには満足してもらわなきゃな。初めて竜へに来たんだったらお嬢さんは箸が使えないだろう。このチコ魚焼きなら食べやすいし、香りも味もいいぞ。少し辛さを抑えればお前さんたちモンド人の好みの味になる。試してみないか。私はリーユエの方々の食文化を勉強しに来ました。自分の好みで味を変えてしまっては本末転倒です。お、本場の味が食べたいのか。じゃあ俺たちの定番料理、黒瀬スズキの唐辛子煮込みを食べてみてくれ。ただこの料理は箸を使わないと食べにくくてな。それに辛さもあって万人受けする料理じゃない。熱した鍋に油を引いて大量の絶雲の唐辛子で香りを出した後、ルリ袋をすりおろした粉末を入れてさらに辛さを出す料理なんだが。聞いているだけでも辛さが伝わってきます。私本当に食べられるでしょうか。しかし、もしここで諦めてしまったら、この先の困難をどう克服するというのでしょう。少しだけ辛さがあるというだけです。私大丈夫です。師匠様、それでお願いいたします。よし、わかった。お二人さん、そこに座って待っててくれ。黒瀬スズキの唐辛子煮込み、すぐに用意する。どうだ、現地の人でも一気に食べるのは難しいんだが。とても美味しかったです。ウッシ匠様、ごちそうさまでした。なーに、お客さんが満足してくれることが料理人にとっての一番の幸せだからな。だがまさか汁まで全部飲み干すとは。あの辛さはリーユエの人でもなかなか耐え難いっていうのに。こちらは飲まなくてもよかったのですか？はい。次また来た時はリーユエ料理の食べ方に注意しないと。あの、先ほど鉄を打っている音が聞こえたのですが、鍛冶屋があるのでしょうか？武器、地域の特徴が最も現れやすいものです。次は鍛冶屋に行ってみませんか？はい。なんだかあなた様が私を接待してくれている気がして申し訳なく思ってきました。これらの武器、見ただけで重いのが分かります。さすが関心によって建てられたお国。セピロス剣術であればこれらの武器をどのように扱い、どのように型に落とし込むのでしょうか。はい、こういろいろと考えるだけでモンドにいる時よりも不安が和らいできました。おい、そこのお前何してる。おや、こちらの男の子は何かご用でしょうか。俺様を子供扱いするな。おかしな格好でおじさんの店の周りをこそこそうろついて、お前何か悪いこと考えてるんだろう。私はそのようなことはいたしません。ふん、俺様にはわかる。お前の武器を見るその目、
俺様とそっくりじゃないか。おじさんに気づかれないよう何本か盗もうとしてたんだろう。やめた方がいいぜ。おじさんに見つかったら怒られるからな。はい、私はいつも両手剣を使っているのですが、ここにはありませんね。両手剣？おじさんは確かに両手剣を並べてないな。何回も頼んだのに。でも俺様はそう簡単に騙されないぞ。お前の両手剣を見せてくれたら信じてやる。それと神の目も。そんなことないさ。どっこの宝剣はそんな両手剣なんかに負けるもんか。岩元素の神の目だって俺様はいつか手に入れてみせる。羨ましくなんかない。自分から全部言ってしまいましたね。仕方ありません。どうぞ怪我をなさらないようお気をつけください。見せてくれるのか。お前本当はいいやつだったんだな。おお、この輝き本当に岩元素の神の目だ。それにこの剣重い。全く持ち上げられない。くそ、悔しい。俺様の体がもっと大きければ。急がずゆっくりでいいのですよ。あなた様の夢はきっと叶うことでしょう。ふん、だいたい確認できたから返せ。両手剣と岩元素の神の目、それにモンドから来たいい人。やっぱり伝説のセピロス騎士だったのか。え？うん、モンドのセピロス騎士、その名に恥じない実力だ。でも俺様は負けを認めないぞ。山は変わらず、川は流れ続ける。いつかまたな。お待ちを、私は。ああ、言ってしまわれました。何かまた誤解をしていなければいいのですが。しかしリーユエの子供にはあのような夢があったのですね。私も小さい頃、同い年のモンドの子と一緒に将来どのような神の目を持てるか夢見ていました。あの子の願いがどうか叶いますように。さて、そろそろ行きましょうか。次はどちらに行きましょう。リーユエの高校に行ってみますか。それともどこか近くでご休憩されますか。はい、高校には戦艦軍の方がたくさんいらっしゃいますので、彼らから何か教わることができたらいいですね。戦艦老子、揺るぎない。お二方、やっとお会いできました。はい、セピロス騎士がこのリーユエに来ていると聞きまして見に来たのです。まさかそれが七星の企画に。それと噂にたがわぬセピロス騎士ですね。あ、そのごめんなさい、私はまだセピロス騎士では。なるほど、これは大変失礼いたしました。まずは自己紹介させてください。私はサインと申します。戦艦軍で警備と見回りを担当しています。私はノエル、セピロス騎士団のメイドをいたしております。ですのでまだ正式なセピロス騎士ではありません。先ほどの誤解、近隣の住民を代表してお詫び申し上げます。いえ、大丈夫です。そういえば、サイン様はセピロス騎士に何か御用があるのでしょうか。私でよければお手伝いしましょうか。はい。その実は、近頃モンドから砲塔団の集団がこちらに来ているとの情報を手に入れまして、その情報によると、砲塔団は石門近くに滞在しているとのことです。ただ、
迂闊に手を出して奴らを門戸へ逃がしてしまえば戦艦軍も追えなくなってしまいます。ですのでセピロス騎士であるあなたとお互いの立場をうまいこと利用して一緒に奴らを捕まえようと思ったのですが、どうやら誤解があったようで。すみません、私が選抜試験に合格していればご協力できたのですが。いえ、しかし今からセピロス騎士団に正式な依頼をしに行きますと、あの盗賊たちを逃がしてしまうかもしれません。今このリーユエコーに他のセピロス騎士の方はいらっしゃらないでしょうか。他のセピロス騎士ですか。あ、騎士ならここにもう一人いらっしゃいます。七星の企画であるあなたにまさかそのような身分もあったとは。二国の英雄であるあなたが手を差し伸べてくださるのでしたらこれ以上の適任者はいません。しかし古代の魔人をも撃退した英雄様にこのようなことで手を煩わせるなどお恥ずかしい。フーマリオだけでなく先輩は古代の魔人まで倒したのですか。それはありがたい申し出。では石門を警備している同僚に連絡しておきます。私も石門に行きますので、お二方は準備が整いましたらお越しください。それでは後ほど。戦艦老子揺るぎない。戦艦老子揺るぎない。お二方のご協力感謝いたします。砲塔団の位置を特定できましたので早速行動に移りましょう。念のため逃げられないよう門戸へつながる道にも人員を配置してあります。先ほどご説明いたしましたように門戸側に逃げられては戦艦軍だと追えなくなります。ですので可能な限りお二方にお任せできないでしょうか。あの、私はまだセピロス騎士ではありませんが、それでもお役に立てるでしょうか。我々が栄誉騎士様にお越しいただいたのは証人になってもらうためですので、行動に具体的な制約はありません。そんなにお気になさらないでください。それでしたらやれるだけのことを尽くします。では私は先に同僚たちのところへ合流してきます。砲塔団が逃げようとすれば必ずこの近くを通ることになるでしょうから、その時はお願いします。今回の任務、私に任せていただけませんか。はい、もしあなた様がいなければ私はこの任務に参加することもできませんでした。やはり栄誉騎士様と比べて私は未熟です。私もできる限りあなた様のお力になりたいのです。はい、私にお任せください。あ、来ました。私一人で大丈夫でしょうか。Yeah.
お疲れ様でした。ここを逃げようとした砲塔団も全員我々が捕らえました。人数も情報と一致しています。誰一人逃していません。さすが七星の企画でありモンドの栄誉騎士。え、ノエルさんが砲塔団を。ありがとうございます。お気になさらず。戦艦軍とサイン様のお役に立てて私は本当に光栄です。またまたご謙遜を。商人からも聞いたことがあります。モンドもセフィロス騎士は実力はもちろんのこと、様々な人々を困難から救ってくれると。あなたのような実力と品格を持つものであればチコガンの住人が本物の騎士と誤認するのも不思議ではありません。そんなことはありません。本物の騎士だなんて私にはまだまだです。私は将来あなたが騎士として活躍する姿を楽しみに期待しています。もう時間も遅いので捕らえた砲塔団を連れて帰ります。戦艦老子揺るぎない。いつの日かまたお会いしましょう。はい、またお会いしましょう、サイン様。本物の騎士、いつになればそのような称号に見合う人になれるでしょう。はい、そうですね。いつの間にかこんなにも長く滞在していました。なんだか名残惜しいですが、ごめんなさい、わがままだとは思いますが、もう少し私にお付き合いいただけませんか。私もう一つ行きたい場所があるんです。あのジジイはどうなっただろうか。